敵を駆逐せん。 久しぶりに手応えのある相手だ。あんただろ、厄災とか魔導とか呼ばれてんのは。ちった楽しませてくれや。お主、口数が多いのは己の強さからの慢心と見える。くだらぬな。そうかい。 私に勝つことなど不可能だ。 するのが私の親父なのさ。よせ、カナ。来るんじゃねえ。助かったぜ、カナーだろ、クソ親父。親子。おお、親子か。時間切れ。
奴が来る前に陛下がフェアリーハートの魔力を吸収しておれば、あるいは違った結末になったかもしれん。随分と簡単に諦めるんだな。あれは人々の未来を黒く染める闇の翼。未来を黒く染めるって意味じゃ。オタグラも以前言ってるぜ。陛下は 人々の未来のために動いておる。そんな与太話、誰が信じるかっての。分からずともよい。私だけが理解していれば、それで。ふざけるなよ。どんなに正義があっても、お前らのやってることは征服だ。たくさんの人が倒れて、マスターまで。 私たちには正義なんてどうでもいいんだよ。仲間と笑って過ごせる、それだけの時間が何よりも一番大切なんだ。このだから私たちは何があっても諦めない。アクノロギアだろうがゼレフだろうが、 お主、父親は好きか？あ、別に何とも思ってねえし。なあ、嘘だろうかな。んなことは今どうでもいいだろう。あ、え、あ、な、なんだよ。お主はこう愛しておるのか。 当たり前だろう。この世界のありとあらゆる魔法を習得した私にも一つだけわからぬものがある。親子の愛情というものだ。へえ、そんなに難しいもんじゃねえよ。では教えてくれ。もしも目の前で子が死んだら、 お主はどんな感情になるのかね。
カナにもしものことがあってみろ。てめえ、シスラ生ぬるい地獄を見せてやる。バカ、敵の挑発に乗るなよ。カノ、子は親を愛し、親は子を愛するものなのか。ならば陛下の子はなぜ愛されなかったのか。ギルダース来るな、カナ。あんたは私のこと何だと思ってるんだ。私はもう一人前なのよ。カナ、子離れしなさい。やだね、愛する娘を離せるもんかい。なぜ陛下の子は愛されなかったのか。なぜ陛下の子は愛されなかったのか。野郎、戦いの最中に考え事かよ。ずいぶん余裕かましやがって。その日ぶしってやんか。オールクラッシュだ。やったか。油断すんなよ。フェアリーグリッターの俺の魔法も何も効かねえのかよ。親と子の愛など、もともとアクノロギアに食われた部位だ。平気平気。無茶するなよな。無茶でも何でもするぞ。子供のためなら。不思議だよな、今まで自分のことしか考えてこなかったのに、子供ができたらその全ては子供のためになるんだぜ。勝手なこと言うなよ。また出て行ったくせに。俺がいたらお前がやりづれえかなと思ってさ。ずっと一緒にいていいならパパいつでも一緒にいるよ。それはうぜえ。ほら。けどな、子供のためなら何だってできるぜ。目を道連れに死ぬことだってな。ギルダース、ギルダース呼んでって。やめて、お父さん。
正気か。それが父親だ。たとえどんな魔法であろうと私には効かぬぞ。てめえの魔法の正体分かったぜ。何？お父さん！おそらく魔法の瞬時コピー。同時に目の前にいる魔導士の魔法を無力化もできる。短時間で見破った。だがエアリーグリッターも俺の魔法も全てガードできるお前がなぜカナのカードだけを避けるのか。コルダー系の魔法はコピーできねえようだな。そりゃそうさ。鍵もなしにルーシーの精霊呼ばれちゃたまったもんじゃ。道具がなければコピーできない。そういうことか。てか見削りに死ぬみたいな空気作ってんじゃねえよ。ああ。俺は死なん。愛する娘の笑顔のために。お父さんは僕のことを知りませんでした。でもそれでよかったのです。この義手から放たれる一撃はコピーできまい。僕はお父さんの部下になりました。一緒に国を作る仕事です。じゃ剣聖絶対うわお父さんは僕に名前をつけてくれました。僕にある少女と過ごした特別な時間があるんだ。あれはオーガスト8月だった。君はどこかあの少女に似ているんだよ。オーガスト、僕の名前。なぜ陛下の子は愛されなかったのか。それはに気づいてもらえなかったからだ。お父さん大丈夫？ああ、さすがに左手は動かなくなっちまったが。マジかよ。そんな。私は生まれながらに強大な魔力を持っていた。故に捨てられ疎まれ生きることの行き止まりの壁についた時、陛下に命を救われた。たとえこの身が滅びようとも、スプリガン12筆頭魔導士オーガスト、この国ごと滅するだけの力は持っておるぞ。お父さん、司令、灰となりて我が人生としよう。
生物の血を蒸発させ大地を溶かす金樹、古代魔法アルスマギア。皆さん聞こえますか？緊急事態です。自分の全魔力を防御力に変換。まもなくマグナリアが消え、これ初代の電話が急に聞こえなくなった。なんかわかんねえが、やべえぞこりゃ。電話が遮断された。一体誰がこれほどの魔力を。あのオーガストとかいう魔導士。なぜ私は愛されなかったか。離れるな、カナ。何があってもお前だけは守ってみせる。陛下には一人の息子がいた。強大な光の力を持って生まれた子供だった。光と闇に善悪など存在せぬ。正義があるとすればそれは愛だけかもしれぬな。陛下の子を倒せるとしたらそれは母だけかもしれぬな。お母